ナイル勲章はエジプトの勲章。エジプトに多大な貢献をした者に授与されるナイル勲章は1915年にムハンマド・アリアサエジプトのスルタンフサインカーミルによって制定された。その後、共和制を施行したエジプトにより1953年6月18日に再制定された。現在、同国内では最高位の勲章に位置づけられているが、 エジプト王国時代には、イスマー・イール勲章の会に置かれていた。ナイル勲章には6つの等級がある。と、オーダー・オブ・ザ・ナイル、ユニバーシティ・オブ・グラスゴー・ストーリー、ファースト・ワールド・ウォー、ロール・オブ・オーナー、デコレーションズ・アワーズ。2009年8月31日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年3月4日閲覧。ラン。リパブリック・オブ・エジプト、オーダー・オブ・ザ・ナイル。 メダルズ・オブ・ザ・ワールド2011年3月4日、閲覧。ザ・エール・バセット・ダイナスティ2014年9月21日閲覧。ナンバー14747。ザ・エディンバラ・ガゼット14エプリル 1931P4102014 年9月21日閲覧。 モハメット・アル・バラディ。2014年9月21日閲覧。シシュオファーズ・マンスル・オーダー・オブ・ザ・ナイル。エジプト・インディペンデント。エジプト・インディペンデント。2014年6月10日、閲覧。アーカイブされたコピー。2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月17日閲覧。ありがとうございます。